よし、それじゃあクレイラに行かないといけないわけなんですけど、まずはちょっと装備品を整えましょうかね。姫様の方でもいろいろ新しい装備品が手に入ってますので着替えておきたいんですけど、ジタンがまずチェーンプレート着替えましょうかね、チェーンプレート力がみなぎる。デビルキラーが覚えられるか。ビビは木綿のローブから、ブロンズの胸当てで固まらずが覚えられますかね。腕輪はボーンリストに付け替えた方がいいかな。気力あまり下げたくないんですけどね。まあでもちょっと全体的にステータス伸びますんで。あとは帽子がバンダナ。バンダナで眠らず覚えさせてあげたいな。フライヤーさんは、チェインメールだったらバードキラーこのまま習得できますね。単純に性能も良くなるので。あとはクイナ。クイナは取得ギルアップ。覚えられるか、これを覚えときたいですね。腕輪は、ボーンリストいっぱいあるんで、これもちょっと持たせましょうかね。あとフォークはミスリルフォーク、マーカスがね盗んでおいてくれたので、これ持たせれば強いかな。追加効果はボーンリストで覚えられるけど、どうしよう。いや、ちょっと気力維持のために羽付き帽子のまんましておきましょうかね。これでじゃあちょっとクレイラ目指しましょうか。ブルメシアの西ですね。すごい砂嵐が発生してるわけですけど、あの中にクレイラとやらがあるらしいので、でも雑魚的に絡まれちゃいましたね。骨スケルトンか。回転切り、こういう敵はだいたい炎に弱いはず。もっと燃えるがいいや。倒れてはいない。よいしょ、避けられた。ミスリルフォーク、せっかく持ち替えたのに。まあ一匹だけなら大した強さじゃないですね。オッケーオッケー、毒味覚えたか。ビビはまたちょっと装備品変えてあげた方がいいかな。ちょっと確認を。ばガラスのバックルで覚えてたんでしたかね。他にはパワーベルトでファイラーを覚えられるけど、魔力が若干下がっちゃうな。ファイラーは炎の杖でも後で覚えられますからね。他に持たせたいアクセサリーも特にないし、いや、ちょっとこのままガラスのバックルを持たせましょう。ここがクレイラーなんですけど、その前に寄り道します。もうちょっとあの、いろいろ探検してからクレイラー。行きましょうね。この辺はスケルトンがよく出るのかな。とりあえずまあ倒していれば AP とかもねありますんで、なるべく逃げずに勝っておきたいですけども。クレイラからちょっと、海の方に抜けたここですかね。ここでもチョコボの足跡がありますんで、チョコちゃん呼べますね。野菜はまだいっぱいありますんでね。穴掘りでたくさん掘り出しましたんで。よいしょ。この辺なんですけれども。ですね。安らぎの浜というチョコグラフがありまして、風の吹き荒れる町の近くで同じような海岸を見たことがある。風、砂嵐。クレイラも砂嵐が吹き荒れてて、まあやっぱあの風景が似てますよね。浜辺があり、山が重なるようにね、そびえており、ここに埋まってるんですね。お宝ポイント。はい、気になる中身は、煙。不思議な煙が立ち込めた。なんだか眠くなってきた。罠ではなく、よくわからないところにチョコだけが飛ばされてしまった。宇宙空間的な。惑星でチョコボの夢の中眠っちゃってるんですね。いろんなチョコボがいて、真ん中におわすのがデブチョコボ、お偉いさんなんですね。
ここへ来るもの、それは故郷、そして仲間を求めるものなり。チョコよ、お前はチョコボ達者の穏やかな暮らしを求めている。そうやるまいな。そうですみたいな風に言ってるのかな。暴挙したよ、我々はお前の帰りを待っている。色が変わった、お前は朝日海辺を行く能力を得た。浅瀬は砂浜を通じて行くことができる。まだ先は長い、大いなる一歩を踏み出した。待ってるぞ。黄色い姿から水色の姿になっちゃいましたね。浅瀬を行ける川チョコボになりました。こういうなんか移動の能力が広がるっていうのは FF7 とか思い出しますよね。こうやってあの浅い部分ですね、水辺の深いなんか青いところはさすがにまだね入り込むことはできないんですけど、まあ、砂浜からこういった浅い部分を通れるようになるので、行動範囲はもちろんね、こういう水の中に埋まってる宝も掘り出せるようになるわけですよ。ですのでもうちょっとお宝探ししましょう。本当だったらねクレーラに急いで向かわないといけないんですけど、宝を探しに出かけます。ちょっとその前にギザマルークの洞窟を抜けてリンドブルム方面までちょっと戻りましょうかね。ちょっと待っててね。ここも通り抜けるのも久しぶりな気がしますけどね。向こうであのモグリからクポの実1個もらってたんで、まあ、モグリの実が大好きなモグタさんに恵んであげましょうか。持ってきたよ。持ってるクポで、ね、欲しいクポをあげるよ。ありがとうクポ、俺にこれをあげるクポ。エーテル、あは、ありがとうございます。まだ食べたいクポ。またじゃあ、手に入れたら持ってきてあげればいいですね。洞窟を抜けるには、こっちから。ん？出られない。ここの扉はそういえばまだ開けてないんでしたね。回り込んでいかなきゃいけない。入り口入ってここ兵士さんがね、まあ、倒れているんですけど、ウルメシア兵の死体を調べるっていうことができちゃいますね。ごそごそごめんよ、ベル最後の1個がこの兵士さんまだ持っていたんですね。これでさっきの開かなかった扉も開けれるようになってショートカットできるようになるかな。まあ冥福も祈っておきましょう。襲撃受けてからずっとここでやられてしまった兵士さんの亡骸がほったらかしになってるのもかわいそうですけどね。でだ、洞窟の、まあ、手前側まで戻ってきたはいいんですけど、まだちょっとどっかでチョコを呼ばないといけませんかね。チョコボの森の近くのこの足跡でまたチョコ呼ぶことができますかね。もう一回ちょっと来てもらえますか。ちょっとついでにチョコを乗ってメネの反応も見ておきたいですね。いきなり色が変わってメネもびっくりするでしょうけど、そのチョコバー誰クポ、チョコをどうしたクポ、何もしてねえよ。煙が帯びてあるこんな姿になったんだよ。こいつは間違いなくチョコさ。本当クポ一体どうして、まさか知ってるのか。伝説は本当だったクポ。実は俺らこの世にあるという幻の楽園を探しているクポ。選ばれしチョコボの実が進化することができ、ノリでその楽園まで導くという言い伝え。そんな言い伝えが。こうなったら幻の楽園目指してどこまで進化するかやってみるクポ。まあ陸地から浅瀬に入るようになり、ゆくゆくはもっと行ける範囲も広がってきそうですからね。穴掘りを久しぶりにやってみたい気もしますけど、どうしたものか。今はいいかな。まずはちょっとあのチョコグラフの宝を探し回ろう。あんまり宝探しばっかりやってるとクレイラの方もね危ない状態ですので。さてさて、この辺で拾える宝としては山の狭間、霧の大陸の南西にある海に面した山々の合間に似たような場所がある。いつも行かないようなところを攻めてみるといいとのことですので、これをちょっとまず探しに行きましょうか。南西部分ですね。よく考えたら最初にこのチョコグラフ掘り出した時、このお宝もブルメシア方面に行く前に
掘り出しておくべきでしたね。まあ今更の話ですけれども、南西部分ここですかね。風景がそっくり、場所的にはこの辺ですね。山の狭間、とりあえずクエ、この辺じゃない、クエクエ、近いクエクエ、こうだ。出てきましたね。ポーション5個、ハイポーション5個、テント2個、木綿のローブ2個、木綿のローブもうちょっと早めにゲットしてれば、うん、あ、いいじゃんってなってたかもしれないけど。次のお宝、あとは未開の地とか枯れた砂浜とか凍てつく大地とか、この辺の風景はまだ全然見かけたことないですからね。遠くの浅瀬も違う、俯瞰の浅瀬や小さな浜辺あたりかな、拾いそうなのは。小さな浜辺、小島のビーチでリゾートにはもってこいの場所、何もないとこだけどお気に入りの場所だそうです。探してみましょうか。小さな浜辺はこっち側だったかな。ゲートを出てこっち側に進んで、ここからも海に入れますよね。何にもない小島の砂浜、この辺ですかね。遠くにちょっとした陸地も見える。砂浜の形もだいたいチョコグラフと一致してるので、おそらくここ。クエ、やっぱり近い。クエクエ、うん、ちょっと離れた砂浜あたりを突っつけばいいのか。あった、掘り当てた。こういうところにもあるんですね。万能薬、エリクサー2個、ありがてえ。ライジング3を8個に多くスタッフ。ライジングさんっていうのはまあ投げる武器なんですけど、まだ何か投げて戦える人がいませんからね。今持っていてもどうしようもない、せいぜい売ってお金に換えるとかの使い道しかありませんね。オークスタッフはビビの武器なんで、まあ、これで新しい魔法を覚えさせてあげることもできるかもしれない。あとは取れそうなのはこれかな。俯瞰の浅瀬もいけそうか。金の大陸の周りにはたくさんの小島がありすぎて、どれも見当てがつかないクポ。R2 ボタンを押して、視点を変えてみるといい、とのことですけど。俯瞰の浅瀬。まあ、霧の大陸の周りにある小島らしいので、またこの辺からね、海に入って探して回れば、そのうち見つかるかもしれませんよね。R2 ボタンを押すと、まあ、真上からの視点になりますので、似たような地形を探しやすいかもしれんけど、この小島が形似てますよね。こんな感じで近い位置的に今この辺なんですね。掘り当てた。こういうところのお宝はなかなかいいものありそうですけどね。ポーション8個、フェニックスの4個、エーテル3個、回復アイテム多めに、魔術師のローブ、うん、ちょっと噛んだ。魔術師のローブ、これはビビに着せてあげられそうな防具ですかね。やっと陸に上がってこれた。拾った装備品をちょっと確認してみましょうか。ビビのオークスタッフとか拾いましたね。今氷の杖装備してますけど、オークスタッフ攻撃力が上がる、ストップ、バイオ、ドレイン、なかなか強い装備品、装備品じゃないや、魔法を覚えていけますね。今でもちょっとこっちの習得を優先させたいな。と、魔術師のローブ。うん。オートポーションをビビが覚えられるんですね。防御力は結構上がるし、魔力も上がるので、まあビビ向けの防具ですかね。気力はちょっと下がっちゃいますけど、これはこれでいいもの、ゲットできました。よかったね。エリクサーとかも掘り出せたし。今拾える宝は多分大体これぐらいなので、あとはじゃあもう一回クレイラに行って、ね、ブルメシアの人たちの安否を確認しに行きましょうか。やっと戻ってこれましたね。とりあえずじゃあクレイラの中入りましょうか。だいぶ寄り道しちゃいましたけども。クレイラの幹、砂嵐が激しい場所ですよね。
砂のざわめきは静かじゃ。静かなもんなのか。これは一体。今のうちに進もうぜ。激しすぎると中に入るのも大変でしょうからね。早く行って美味しいもの食べろ。あるよ。美味しいものあるのかな。魔物とかは出るでしょうけどね。まあブルメシはネズミ族が暮らせるような場所ですから、食い物がないってことはないんでしょうけどね。でっかい木ですね。ファンタジーしてるな、ほんと。やっぱこう、原点回帰してるファイナルファンタジーですからね、ナインって。こういう場所見るとやっぱいいなって思いますね。ここから奥に進んでいけるわけですけど、砂が至るところに積もってる。扉を押してみる。押す。が開かない。こっち側にあるのは、レバーですね。とりあえず操作すれば開く。結構簡単な仕掛けなんですね。砂だらけ。宝箱もありますんで、できるだけ拾いながら上に行きたいですね。フェニックスの砂、魔物も出るでしょうしね。宝が、魔術師の靴、さっきチョコボがね、ローブ掘り当てましたけど、靴。ほほ、混乱回避覚えられますね。魔力は込められた靴っていうことで、魔力は上がるけど気力が結構下がっちゃうか。どうしたもんかな。できるだけビビアの気力を上げておきたいんですよね。気力が高いとトランスとかも持続しやすくなりますので。まあでも誤差的なもんですからね。レベル上げていけばそれなりに高くはなるでしょうし。今ちょっと靴履かしてあげよう。木があるけど、ここにも、氷の杖。氷の杖はでも持ってるからいいや。なんか合成の素材とかになればいいんですけど。こっち側に行ける。上の方にも行けそうですけどね。先にこっちを調べるべきかなと思ったら絡まれた。やっぱりモンスターも出るんですね。でかい。巨鳥。ズーですね。飛んでる敵なんで、まあバードキラーとかつけていれば倒すは楽でしょうけど。エアロラ。ちょっとこのズーを倒してしまわん程度にダメージ与えておきたいですね。クイナーも結構ダメージ受けちゃってるけど、まだ大丈夫かな。チタンとフライヤーが攻撃して、ビビがブリザードを当てグラインのダメージを与えたら食べられるかな。ホワイトウィンドウ回復しやがった。ホワイトウィンドウ383、現在 HP だけ回復できる魔法ですので、回復されちゃうとやっぱり食べにくくなっちゃうよな。もう一回攻撃してもらうけど、多分そうするともう食べる前にやっつけちゃう気がする。倒れましたね。あのズーを食べることができればクイナもホワイトウィンド習得できるんですけどね。うまいこと弱ってるタイミングで食べさせないといけませんからね。まあ、また機会があったら狙ってみましょうか。登ったはいいけど道が塞がってる。しょうがないな。こっからは先に進めない。だいぶなんというかダンジョンも複雑な感じになってきてますね。ただ一本道っていうわけではなく。宝箱。エーテル。エーテルほんと溜まってますからね。ビビアどんどん魔法使わせたいですね。穴の中を覗いてみる。こんにちは。暗くてよくわからない。よくわからんけど手を突っ込んでみる。やばいのが出てきたりしなきゃいいんですが。砂が出てきた。砂が流れ出したぞ。これでまあどっかに溜まっていた砂が流れ出ていくんですかね。おお、通ってきた道が通れなくなってる。砂が流れ出たことでこっち側が
砂がなんていうか溜まって通れるようになってるんですね。面白い仕掛けですよね、こういうのって。強そうなのが出てきましたね。ゴーレム的なのが。サンドゴーレムとコア。サンドゴーレム魔法も使うし、殴られても痛そうやし、下手に手を出すわけにはいかんので、ビビさんのブリザラをぶつけてやろう。ブリザラ、ゴーリム製と三角帽子を、三角帽子とかでも今脱いでるもんな。氷の杖の効果だけでも結構なダメージは出せますね。ただまあコア叩くとあんな風に殴り返されちゃうので、クイーンは大丈夫、大丈夫じゃなかった、ごめんな。回復してあげればよかった。クイーンやられたまんまやっつけちゃいましたね。ちょっともったいないことをした。経験値入らないですからね、成長が遅れていく。ちょうどフェニーを落としてくれたんで、これで生き返らせてあげましょうか。ごめんな、悪意な。フェニーを。ポーションで回復してあげれば大丈夫ですかね。リビとかもちょっと危ないので、回復してあげよう。でいいか。恐ろしい敵も出てきますね。ここからさらに上に行ける。宝もありますね。ニードルフォーク。ニードルフォークも強いっちゃ強いけど、今装備してるミスリルフォークの方が強いですね。まあなんか合成の素材とかになればいいけど。テント。割と回復アイテムは拾える感じ。そしてこんなところにもモーグリが暮らしている。モアナちゃん。手紙預かってませんでしたっけ？手紙。アトラからの手紙を届けてくれてありがとうクポー。ジタバタクポー、変な奴らが街をめちゃくちゃにしてったクポー。まあブルメシアにいたモーグリですよね、アトラは。トンガリ帽子はもう嫌なのクポー。マナも気をつけるクポー。どっかへ引っ越した方がいいかもしれないクポー。まあ、クロマ同士兵、ここにも向かってるわけですからね。ブルメシは大変なことになっているのクポー。ここは大丈夫なのクポー。大丈夫なのクポー。届けてくれた俺にこれをあげるクポー。もしや、クポーの実。またモグタに持ってってあげればいいのか。お手紙来ないかな、ね。こういうところに暮らしてると、本当に手紙だけが楽しみでしょうからね。セーブはこれでできたかな。ありがとうね。と思ったら、絡まれるんじゃん。モーグリの目の前で。モーグリに手を出させん。と言いたいけど、またこいつか。怖いんですよね、ほんとこいつ。殴りが痛いし。どうよ。ビビのブリザラと、あとまあジタンの攻撃とかで倒せる感じか。なるべくこう叩く回数は少なくしたいですね。本当にカウンター痛いので。結構アイテム落としてくれますね。怖いけど、それなりに美味しい敵でもあるか。まあ出会ったら、ちゃんと狩るようにはしたい。にしてもまだ続くんですね。縦看板は右の方に進んだ方がいいみたいな書かれ方をしてますけど。こっちはお宝か。炎の杖、もう持ってるな。黒のワルツ3号から盗んでますので。意外とこう盗みをサボっても、こういう装備品は後でちゃんと回収できるようになるっていうのもありがたいですよね。で今度はでっかいイモムシに後ろを取られる。恐怖でしかないでしょう。振り返ってこんなでかいイモムシいたら嫌だよ俺。ドレイン、体力を吸い取る。このイモムシもちょっと弱らせて食べられるかどうか試してみましょうか。ビビと、ビビじゃないや、ジタンとフライヤーが攻撃して、まだ生きてるようだったら、いや、でもそうか、今バックアタックされてるから、物理じゃ大したダメージが入らない。ビビのブリザードを当てて、それで弱らせたところで回復するってしましょうか。ブリザード。ブリザラだともう多分倒しちゃいますけど、普通にブリザードでも倒れちゃうんじゃないか。どうすりゃいいの。こっち側は全く削ってないから、食べるわけがないですね。フライヤーさんの一撃とビビのブリザードぐらいで、ち
ょうどいいぐらいになるかな。迷惑消火壁なんて名前からして迷惑な、取り付いて消火壁をぶっかける。ジタンが何か、困ったような顔のアイコン出しますけど、あれが迷惑ですね。 FF9 のオリジナルの状態異常、やっつけちゃったよ。体力自体はそんなに高くないんですかね。これちょっと調整が難しそうだな。固まらず覚えた。クイナのブロンズの胸当てで、固まらず覚えましたんで、クイナに魔術師のローブ着せてみましょうかね。オートポーションと MP10% アップ覚えますんで、青魔法もいろいろ使わせたいですからね。最初ビビ用にって思ったけど、いいや、クイナに着せてあげよう。ここから、さらに奥へ行ける。橋がちゃんとかけられてるってことはやっぱり、誰かが暮らしてるっていうことなんでしょうけどね。だから万能薬、こういうところの宝ってなんか見つけにくそうですよね。木の影とかにも宝がちょろっと見えてますけど、エンカウントしちゃいますね。またこいつかよ。美味しいからいいけど。いや、ビビさん、やっちゃってください。さすがの一撃。っていうか、ジタンの迷惑を直すの忘れてましたね。これだとのジタンが殴られた時、他の仲間までダメージ受けちゃいますので、直してあげないといけない。ジタン、盗賊の極意も覚えてくれましたね。これでミスリルダガー卒業できるかな。なかったね。こっからバタフライソードに持ち替えて、あれはなんだを覚えていきましょうか。沈黙の力秘めてますんで、追加効果発動で敵を黙らせることもできるようになるか。だいぶ自他も戦わせやすくなってきましたね。迷惑を直すのは迷惑神ですね。チョコの宝探しで掘り当てましたんで、これでいいか。ここにあるのはデザートブーツ、砂地を歩くのに欠かせないアクセサリー。デザートブーツでも持ってましたね、そういえば。合成で割と早い段階で作ったんだっけ。あとは奥に行けそうな場所がこっち側に、宝箱がある。ポーション、砂が流れてるけど登れそうないか。左の奥にも行けそうでしたけど、こっち側の奥にも行けるんやったかな。ミスリルベスト、ここにも見えない宝箱はありましたね。ミスリルベスト、オートポーションも時短とかが覚えていけますか。今はみんなアビリティ習得中だから、誰かが習得終わったら着せてあげた方がいいですかね。この中、ミスリルのコテ、フライヤーさん用の腕防具ですかね。滑車がある。どうしよう、レバーを操作してみましょう。えい、しまった、砂の流れが止まったんですね。これならさっき砂が流れていた坂道も登れるようになるかもしれん。もう一回ちょっとこっち側に行きますか。登れますね。登れるんですけど、どっちに行くのが正解やったかな。宝があるか。エリクサー、いいね。これならマジックポットに出くわしても大丈夫。9にマジックポットは出なかった気がしますけれども。リュウサ。わあ、飲み込まれる。丸を連打、連打、連打、連打。はい、上がれ、はい、上がれ。連打を。危ねえ。宝箱取りに行こうとすると飲み込まれちゃいますね。これは相当連打しないと危ない。どうしてもなんかこう吸引力がすごいよ。この砂嵐というか、蟻地獄をどうにかしないと、宝は回収できそうにないですね。ちょっと後回しにしておきましょうか。上に登るはしごがありますね。そろそろゴールかな。
こんなとこに野菜もありましたけど、干からびてるんじゃないか。チョコも食べたがらなさそうですけど。よいしょ。緑が見えてきた。